フレームがこんなにも。どうしたら。あなたは上が言っていた私たちを手伝ってくれる旅人さんでしょうか。ちょうどいい時に来てくださいました。実は今少し厄介な状況でして。ご存知の通り、現在ここでは姿の彩り祭が開かれています。姿の彩り祭では商品の展示即売以外にも無料で楽しめる娯楽がいろいろと用意されています。ですが本日それに関するクレームがたくさん入ってきたのです。その集団はずっとそこを占拠しているようで、他の方が利用できなくなってしまっているんです。はあ、本当に困りました。捕まえる?確かにそれで今ある問題は解決するでしょうが、天領奉行が無実の人を捕まえた、そんな噂になってしまいませんか。我々もその集団のもとへ交渉には行ってみたんです。ただこれらの娯楽設備は原則として全ての方に利用する権利があり、使用時間も定められていません。だから彼らが違法なことでもしない限りは、あのようにずっと占拠していても我々にはどうしようもないのです。ですのでどうか交渉に行ってきてもらえないでしょうか。これらのクレームが解決されることなく九条様に知られてしまったら、私の今月の賞与金が水の泡になってしまいます。撮影看板を占拠するなんて、いかにもあいつがやりそうなことだよな。行ってみようぜ。ありがとうございます。彼らは広場の東側にあるタヌキの顔出し看板の近くにいます。